東京ディズニーシーで終了したエンターテイメント。東京ディズニーシーで終了したエンターテイメントは、これまでに東京ディズニーシーで実施されてきたショーやパレードの一覧である。スペシャルイベントは除く。現在公演されているショーやパレードの一覧については、東京ディズニーシーのエンターテイメントを参照のこと。リドアイルミートスマイルは、メディテレーニアンハーバーの リドアイルで開催されていたショーである。ディズニーシートランジットスチーマーラインを改造した船に、ミッキーマウスを、はじめ、各テーマポートを代表するディズニーキャラクターたちが乗ってきて、リドアイルで降りて、リドアイルで挨拶をしたり、ダンスを披露するという内容だった。強風や悪天候の場合は、船から降りずそのまま通過してしまうこともあった。 2002年9月3日から2002年10月20日の間は東京ディズニーシーファーストアニバーサリーセレブレーションがリドアイルで開催されたためリドアイルミートスマイルはピアッツァポリーノで開催された東京ディズニーシーファーストアニバーサリーは2002年9月4日からであるが9月3日にはスニークプレビューが行われたためリドアイルミートスマイルの開催場所もさらになっている また、東京ディズニーシーファーストアニバーサリーの期間を境に内容が変更になっている。ミートスマイルは2006年7月14日からメディテレーニアンハーバーのリドアイルとピアッツァとポリーノで開催されたショーであった。TBS10 周年開催に合わせ2011年4月3日に終了とのアナウンスがされたが東日本大震災の影響で t d s が休演となったため、実質的に震災当日の2011年3月11日が最終公演となった。内容は、東京ディズニーリゾート25周年のテーマソング、魔法の鍵、ザ・ドリーム・ゴーズ・オンと共に、新たなコスチュームに身を包んだミッキー・マウス、ミニー・マウス、ドナルド・ダック、デイジー・ダック、グーフィー、チップ、デールと、各テーマポートから、 ディズニーの仲間たちがゲストに挨拶しに来ます。というものであった。2008年4月1日より東京ディズニーリゾート25周年に合わせ、ラッフィー、不思議の国のアリスのキャラクター、南部の歌のキャラクターも挨拶しに来るようになった。また、25周年記念として衣装の25周年バージョンへの変更と魔法の鍵、ザ・ドリーム・ゴーズ・オンをベースとした音楽への変更が、 なされた。その後は登場キャラクターの小変更がたびたび行われており、時期によりピノキオやリロスティッチなどのキャラクターが登場した。2009年4月15日より衣装が25周年バージョンでない新たなものに変更された楽曲は同一で現在では CD もリリースされている。25周年期間以降の TDR 内で魔法の鍵、 ザ・ドリーム・ゴーズ・ g o e を25周年以降も採用する唯一の場所である。雨の日や風の強い日などは内容が変更される。主に変更される点としては、キャラクターが船から下船してこないというものである。なお、最大風速が14メートルを超えると音響設備の用意ができないため船よりの音楽のみでの開催になる。上陸はない。 最大風速が16メートルを超えると船の安全航行ができないため、ショー自体が中止される。また、キャラクターたちがピアッツアとポリーノまで歩いてきて、ショーを行うバージョンもあった。2007年6月までは、アトモスフィアエンターテイメント扱い、開催時間非公表で1日に数回開催されて、いたが、同年7月1日より開催時刻が公表されるようになった。 アンコールはアメリカンウォーターフロント内にある劇場ブロードウェイミュージックシアターで行われたショーである。アメリカのブロードウェイで行われていたミュージカルのメドレー形式になっている。一度リニューアルされ構成などが新たに変更された。ちなみにハーバーサイドクリスマス期の特別版ニューイヤーズイブセレブレーション時の特別版を除きディズニーのキャラクターの出演は一切ない。 特別版については、ハーバーサイドクリスマス、および、ニューイヤーズ、イブセレブレーションのページを参照されたし、劇中の曲目は以下の通り、括弧内は作品名。なお、公演期間中に演目が増減しており、常に、ここに挙げた曲目が使用されていたわけではない。2009年8月13日より、同年8月17日まで予定なく、休演となった。 ビッグバンドビートの代替として実施されたショー。企業団体向けの貸し切り、ファンパーティーの素材を使用したダンサーとディズニーキャラクターによるミニダンスショーである。ドナルドのボートビルダーはアメリカンウォーターフロント内にあるケープホットクックオフにて開催されていたショーである。ゲストは先に食べ物を買ってから席に着き、食事しながら見られるようになっている。ここには 複数の出入り口が存在したが、レストランから、ショーブースへと繋がる出入り口しか開放されていないとが、多かった。それ以外の出入り口を出口専用として使用していた、こともある。内容は、ミッキーマウス・グーフィーとドナルド・ダックのパターンと、チップデールとドナルド・ダックのパターンの後、ディズニーの短編アニメーションのダイジェストが、建物内のモニターに流れる、というものである。なお、 時間帯によっては、アニメーションの流れている時間が長くなる場合がある。この章には、正確なタイムテーブルは存在せず、上記の2つの内容のステージを交互に繰り返して、公演を行っている。標準公演時間は、基本的には11時頃から18時まで、営業時間、貸し切りイベントなどにより変更になる場合がある。2010年1月11日をもって終了した。 ドナルドのボートビルダーを開催していた場所では、2010年3月20日から、ダッフィーのショー、マイ、フレンドダッフィーが公演されている。ケープコットステップアウトは、2006年7月14日から2007年10月29日と2008年4月29日から10月31日に、アメリカンウォーターフロントのケープコット特設水上。 テージで開催されていたバンドとリバーダンスのショーである。ディズニーキャラクターの登場はなく、ランナウェイ、ザ・コアーズ、ザ・ダンス・ユー・チューズ、アゼリン・デビソンいったボーカル曲や、リバーダンスの舞台音楽から、リール・アラウンド・ザ・サン、アメリカン、ウェイクといった楽曲が、アイリッシュバンドによって演奏され、アイリッシュダンスを演じる。東京ディズニーシーシーズン・オブ・ハートと2007年の、 東京ディズニーシースプリングカーニバル開催中はイベントの曲を演奏するスペシャルバージョンを公演した。当初は5周年期間の2007年5月31日までの公演予定であったが同年10月29日まで公演が延長された。一旦終演したが2008年4月29日から2008年10月31日まで再公演が行われた。水上ステージは 2009年1月初旬に撤去された。公演期間外と開催時間以外に、アトモスフィアエンターテイメント扱いで、バンドのみの演奏が、水上ステージや、ケープホットクックオフの店内で1日数回、開催されていた。ステラ・ルーが、ミッキー・マウス、ダッフィーと一緒に装飾が施された、ビッグシティビークルに乗車し、アメリカンウォーターフロントのニューヨークエリアを巡る、 グリーティングプログラム。なお、ステラ・ルーが登場するショーは、本ショーが初めてである。サルサ、サルサ、サルサは、2006年7月14日から、ロストリバーデルタのユカタンベースキャンプグリル内特設ステージで実施されているラテンバンドショーをあった。休援期間あり。キューバから来日したサルサバンドが、パワフルでダンサブルな演奏を行った。 ハーバーサイドクリスマス開催中には、クリスマスソングも歌われることがあった。キャラクターの登場はない。当初は50年期間だけの公演予定であったが、公演延期が行われた。公式には、第何期と明記されているわけではなく、便宜上の分類である。各時期の公演期間、前述のように休演日を含むは、以下の通り。ムジカメヒカーナは、 2006年7月14日からロストリバーデルタのミゲルズ・エルドラド・キャンティーナで実施されていたライブショーであった。メキシコから来日したトリオがマリアッチ、ボレロを中心に幅広い本格ラテ音楽、メキシコの音楽を演奏する。ハーバーサイドクリスマス開催中にはスペイン語のクリスマスソングが歌わることもある。ディズニーハロウィン2010の期間中を除き、 キャラクターの登場はない。当初は50年期間だけの公演予定であったが、公演延期が行われた。公式には、第何期と明記されているわけではなく、便宜上の分類である。各時期の公演期間、前述のように休演日を含むは、以下の通り。リズミックピミエントスは、5周年の期間である2006年7月14日から2007年5月31日まで。 レギュラー賞扱いにて、ロストリバーデルタの路上で実施されていたバンド賞である。陽気でクールなパフォーマンスとミュージックに合わせ色鮮やかなコスチュームをまとった若者たちが踊る。ハーバーサイドクリスマスと東京ディズニーシースプリングカーニバル開催中はスペシャルバージョンになった。基本的にキャラクターの登場はない。ただしハーバーサイドクリスマス2006開催中は チップとレールが出演した。レギュラー賞終了後もアトモスフィアエンターテイメント扱いで1日後から6回バンドのみの公演が行われていた。プレシャストレジャーオブアグラバーは2006年7月14日から2007年5月30日までアラビアンコースト特設ステージで実施されていたショーである。内容は砂漠の風に乗って現れるアグラバーの 宝物によるエキゾティックなダンスとパフォーマンス、そして激しいリズムというショー、ベリーダンスが行われた。基本的にキャラクターの登場はない。東京ディズニーシーシーズンオブハート開催中はスペシャルバージョンになり、ジーニーも登場した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。